秘宝大学おすすめ SMBC 日興証券での IPO は最強。ネット証券に負けない強さの秘訣。株式投資を行っていると IPO 投資という言葉を聞く機会が出てくると思います。 IPO 投資は抽選して当選することでかなりの高確率で利益を出すことができます。そのため人気も高く、なかなか当選しにくいのが現状です。 IPO に当選するには IPO に強い証券会社を選択する必要があります。SBI 証券やマネックス証券などのネット証券も人気が高い証券会社です。しかし2018年に創業100周年を迎えた大手証券会社である SMBC 日興証券はネット証券に負けない IPO の強さを持っています。今回は SMBC 日興証券の IPO の強さや IPO ルール、 IPO の当選確率を上げる方法を解説します。SMBC 日興証券は IPO 投資を行う上で必須の証券会社だということがわかると思います。そもそも IPO 投資とは、 IPO 投資とは新規の未公開株のことです。未上場企業が株式市場に新しく上場することが決まっている状態で、上場前に株式を投資対象とするのが IPO 投資です。株の投資家にとって IPO は今後成長発展していく企業の株を上場前に取得することができるチャンスが得られます。また初値は公募価格より高くなる確率が高いので、上場後にすぐに売却することで早急に利益を手に入れることが可能になります。 IPO 投資は利益が出やすい、早期に利益を回収しやすいということから投資家たちにとって人気の投資方法です。 IPO 株の投資家への割り当ては証券会社の判断で行われ、証券会社での取引実績や資金などを考慮されて抽選されます。また IPO 投資を行うには証券会社で取引口座を開設する必要があります。 IPO を多く取り扱っている証券会社に口座を開設することでより多くの抽選に参加することができます。 SMBC 日興証券の IPO のおすすめの理由。 SMBC 日興証券は IPO 投資を行う人なら口座開設することを強くおすすめできる証券会社です。理由はいくつかありますので、それぞれご紹介していきます。 SMBC 日興証券の IPO の銘柄の多さと主幹事になる多さ。 SMBC 日興証券の IPO の銘柄の取り扱いが毎年60から70銘柄と証券会社の中でトップクラスに多いのです。また主幹事になることも多く、主幹事になると IPO の8から9割の数を取り扱うことになります。 SMBC 日興証券が主幹事になった機会は2021年9社、2020年16社、2019年20社です。引き受け幹事数は2021年32社、2020年36社、2019年41社と多く、合計の幹事数では全体の7割以上です。この数は業界最多レベルであり、つまりその分当選確率が高くなります。また今後さらなる成長ができる大手企業の上場には SMBC 日興証券は高確率で幹事になっています。チャンスを逃さず利益を得るためにも口座開設だけは事前にしておくことをお勧めします。 SMBC 日興証券の IPO 取引、平等抽選やネットでも 15% 配分。口座開設時に2つのコースから選択することができ、後からでも変更も可能です。どちらも IPO を購入することができます。総合コースでは担当者のプロからアドバイスや投資情報などのサポートを受け、直接支店で IPO 購入ができます。取り扱いの量が全体の 85% になり、大半が総合コースに分割されます。数が多いことから総合コースの方が当選しやすく感じますが、営業担当者との相性や裁量により大きく変わってきます。お得意様やより多くの金額を SMBC 日興証券で取引している人など、証券会社に大きく貢献している人の当選確率が高くなります。手数料が10万円の取引に対して5500円とダイレクトコースと比べて高く設定されています。ネット取引のダイレクトコースではアドバイスなどを受けずにネットで投資活動を行っていきますが、売買手数料が総合コースより安く設定されています。 IPO の抽選方式では平等抽選を採用しています。平等抽選は1つの口座に対して1票のみ抽選できます。100株申し込んでも200株申し込んでも1票なので、当選確率は同じになります。つまり総合コースと違ってお得意様が優遇されることもないので、運さえあれば当選できます。取り扱いの量が全体の 10% とかなり少なくなっています。しかし手数料が10万円の取引に対して137円と非常に安く取引することができます。またダイレクトコースでは落選した人に対して最大で 5% の量の再抽選があります。この制度が2019年に導入されました。
導入前はネット抽選の取扱料が 10%、 総合コースが 90% だったのに対して、現在はネット抽選 10% にプラスして落選者に最大 5% のチャンスが増えました。落選者向けのステージ制抽選が導入されたことにより、多額の資産がない一般の個人投資家もネット抽選を利用して IPO 当選しやすくなっています。ネット申し込みでも最大 15% という量は他の証券会社よりも高く、 SMBC 日興証券の大きな強みです。他の証券会社であるみずほ証券や野村証券は抽選配分を 10% と定めています。また新規口座開設者は3ヶ月間の当選しやすくなるステージ優遇措置があり、通常の2倍の当選確率に自動的になります。口座開設をしたら期間内に IPO 抽選に参加することをお勧めします。 SMBC 日興証券の IPO のルール。 SMBC 日興証券の IPO の強さが分かっても具体的なルールが分からないという人も多いと思います。 IPO 抽選におけるルールをまとめて解説していきます。まず IPO 抽選ルールは、総合コースの担当者の裁量による抽選か、ダイレクトコースの平等抽選と、ダイレクトコースで落選した人を対象にしたステージ制の抽選があります。担当者の裁量による抽選では、取扱いの資金や口座数などにより抽選確率が変わってきます。平等抽選は一口座一票のみの申し込みなので、誰でも平等の抽選確率です。ステージ制の抽選は4つのステージに分類されており、ステージによって当選確率変わってきます。ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナのステージになっており、資産や取引額によってステージが上がっていきます。当選確率はブロンズは1倍、シルバーは5倍、ゴールドは15倍、プラチナでは25倍にもなります。次に抽選配分は、先ほどもご紹介しましたが、総合コースで 85%、 ダイレクトコースで 10%、 ダイレクトコースの落選者に最大 5% の量が割り当てられます。その他のルールとして、当選したのにキャンセルした場合ペナルティが課せられます。1ヶ月間 IPO の申し込みができなくなること、現在申し込んでる IPO の取り消しの2つです。キャンセルしなくても、当選したまま何もせずに申し込み期間が過ぎてしまってもペナルティが課せられますので、当選したら早めに購入申し込みをしましょう。最も重要なのが SMBC 日興証券の資金ルールです。まず抽選申し込みのタイミングで口座へ入金します。申し込んだ時に資金拘束も始まります。抽選の結果、落選した時に資金拘束が終了します。注意点として、落選という言葉は表示されず、当選しなかった人は補欠当選という言葉が表示されます。 SMBC 日興証券では資金拘束が申し込みのタイミングで行われるので、同じ資金で複数の銘柄へ申し込みはできません。このように SMBC 日興証券は IPO の資金面ではかなり厳しめのルールを設定しています。IPO が集中して出てくる時期に銘柄を絞って申し込まないと、目当ての銘柄が出た際に資金不足で申し込めない事態になる可能性もあるので注意が必要です。 SMBC 日興証券の IPO に当選するには、 SMBC 日興証券で IPO に申し込んでも全く当選しないという人もいるかと思います。銘柄の多さが業界屈指で、かつ主幹事になることが非常に多い SMBC 日興証券は、やり方さえ間違えなければ誰でも当選することは十分可能です。今回は SMBC 日興証券での IPO 当選確率を上げる方法を解説します。まず3月や12月の IPO の数が多くなる時期に申し込む方法です。 SMBC 日興証券では同じ資金で複数の銘柄に申し込めないので、資金を貯めておく必要があります。 IPO の数が多くなると、その分ライバルが分散されて当選もしやすくなります。逆に5月から8月の期間は IPO の数が少ないので、申し込みが1つの銘柄に多く集まり、当選確率が低くなります。また SMBC 日興証券が主幹事を引き受けた時に、人気銘柄で株数も多いものに申し込むと当選確率が跳ね上がります。その他、ステージ制の抽選で確率を上げるためにステージを上げることも検討してみてはいかがでしょうか。ただしステージの一番上であるプラチナまで行くのは5000万円以上必要であり、一般人には非常に厳しい条件です。ですがブロンズであれば250万円以上用意できれば条件が満たされます。ブロンズだけでもなっておくといいかと思います。まとめ、 SMBC 日興証券は IPO 投資において、銘柄の多さや主幹事になる多さからネット証券に負けないおすすめの証券会社です。 IPO 投資をするなら絶対に口座開設しておきたいところです。口座開設には手数料がかからないので、欲しい銘柄が出たタイミングで申し込めるように、口座開設だけでもしておくことをお勧めします。ご視聴ありがとうございました。最新アニメを見るには、チャンネル登録をしておくと便利ですよ。